お願いします。本田兄弟です。お願いします。よろしくお願いします。お兄さんと妹さん、はい、そうです。実の、はい、実の兄弟です。はい、ありがとうございます。ね、三浦さんのお家の掃除のバイトを綾野さんはしたことがあるっていう。はい、2回ぐらいやってもらった。引っ越しの時と、はい、ロンハーで淳くんが来る時と、はいはいはい、お掃除頼んだ。それその時ずっとラボホの清掃のバイトしてまして、なのでもうすぐ磨き上げて、うん、はい、ピカピカに。お風呂場を。あ、そうですか。はい、やっぱりあの男性の匂いは全くせずのお部屋で。全くしなかったですね。全くどこを見ても何にも何にも何にも。でも手分けしてもう大掃除したんだもん。あの生き霊を見られる、霊が見られるっていうことですか。そうなんです。それ何それ。三浦さんの部屋には霊はいないですね。あ、よかった。いるって言われたら超怖えよ。やだよ。眠れないよ。うん、ちょっとなんかお酒を飲むと、うん、はっきりこう人についてる生き霊が見れるんですよ。マジですか。どういう風に見える。もう実の人間みたいな感じでパッと見えるんですけど、それなんで昔あのすごい嫌いな男の子とかいて、うん、同窓会で飲んでる時にその男の子がちょっと生き霊を見てほしいと、うん、僕の、うんうんうん、で見てたんですけど後ろ向きなんですよ、ついてる生き霊が。おーおー。だからこっち向くまでちょっと待ってって言ってて、うん、そのギギギギギギってその生き霊がパッて振り向いたら私だったんですよ。イエーイ。この話4回目ですけどすげえ怖いですよ。毎回怖いです。本当に。お兄さんの秀明さんによると、はい、今あの妹さんは綾乃ちゃんは AV の監督兼脚本を書いているような人と付き合い始めた。あ、マジで。これが大事件なんですよ。お兄さんダメですよ。ダメなんですよ。やばいよ。ちょっと彼氏ができたってだけでも驚きなんですけど、それのだからもう斜めもっと上に行っちゃってるんで、彼氏のなんかその感じが。職業がなんだって。じゃあゆくゆくは AV に出るかもしれないって。いや僕どんな気持ちでそれを見る見なきゃいけない。監督兼脚本か。今監督で熟女ものの監督なんですよ。おー。で今も今日撮影行ってまして、はいはいはい、今日は熟女一人旅っていうのを撮ってます。本当に付き合っちゃってんの。そう、生まれて初めてできた彼氏がAVの監督だった。ね、ちょっと待って、この人どこで知り合った。この私昔バイトでモザイクからはみ出したものを探す仕事をしてたんですよ、うん、バイトでチェックして修正するわけですね。モザイクから何分何十秒差をとか報告するだけなんですけど、なるほど。そこで出会って、はい、あ、よかった。私もねちょっと前、はい、男の人がいい人がいるっつって三浦さんに紹介した人がいるんだっつった人が AV 監督だったのよ。で私は結局会えなかったんだけど大竹さんに相談したのよ。私 AV 監督と付き合うかもしれませんって言ったら大竹さんがやめとけって大竹さんがですか。うん、それで会わないままにしといたのよ。綾乃ちゃんの夜のベッドに演出したりするんですか。演出しないですよ。お父さんお母様が聞いてんの。ちょっとぶっ込みすぎたわ。そうですよ、お父さんお母さん言ってなかったので今多分リビングでドキャーってなってる。いや本当そうですよ。家帰れないですよ。あんたさ、そのさ彼氏のさ生き霊を見てあげないよ。絶対いろんなもんついてんぞ。いや怖いっすね。熟女が後ろに熟女が肩に乗ってるからね。熟女熟女乗ってんぞ。はい、じゃあお父様お母様それ知らないんですか。多分だから本当ラジオで公開するっていうのが、いやこれ暴力だよお前ら。本当に。じゃあ秀明さんの弟が AV 監督になるかもしれない。いやいやね、そうですよね。だから、ね、ゆくゆく結婚したら、はい、どうなるんだ。いや嫌です。結婚式にだから自分の作品とか流されても最悪ですし。そうね、はい、でいろんな AV 嬢が来てくれるよ。でもそれは楽しそうですけど。それは楽しそうです。いやそんな日を夢見ているこの本田兄弟ですけども、ネタを披露して本田兄弟偉いとこに行ってもうた。いやすごいネタを披露していただきたい。綾乃ちゃんが手芸ばっかやってるって聞いて最近安心してたら なんてことしてんだ綾乃ちゃん。はい、じゃあお二人スタンドマイクに参加しました、はい、お願いします。どうもよろしくお願いします。本田兄弟でございます。お願いします。はい、お願いします。もう実の兄と妹の兄弟でやってます。はい、僕が兄の秀幸でこっちが妹の。本邦ストロスター。名を名乗れってお前。名を名乗らんかお前は。綾乃と言います。よろしくお願いいたします。ちょっと皆さんに立ち位置を覚えてほしいなと思うんですけども。立ち位置あるんですよ。ラジオで言うことじゃないですよ。皆さんから向かって右側が小淵で、うん、私が黒田です。うん、それ小袋じゃないかお前。お前はなんだお前そんなこと言って。おかしいおかしいそんな本当にも。で私たち兄弟って言ってますけど。そうなんです。三兄弟なんですよ。実は三兄弟なんです。長男がいるんですよね。上からカレン、ジェシカ、アンジェリカ。うん、道端さんとこでしょ。違うところ。違うところ。よそんち、よそんち。そうですよ。よそんち言っちゃいましたけどもね、お兄ちゃん。なんで可愛いな。兄ちゃんさ、今日誕生日じゃない。誕生日なんです、僕。そうなんです。6月18日、35になりました。だからお兄ちゃんのために私、お兄ちゃんの曲を作ってきた。あ、嬉しいね、これは。歌わせてよ。お願いします。兄ちゃん、兄ちゃん、お顔がでかいのね。そうよ、母さんが違うのよ。いや、同じ。
同じだよ。同じです。なんてこと言ってんだよお前は。なんで兄ちゃん焦ってないぞ。なんだ。焦ってない。焦ってない焦ってない。でも僕らのこと覚えてもらったと思うんで。そうなんです、うん。私たちのショートコントを最後に見ていただきたいなと思います。欲しいと思います。はい、本田兄弟のショートコント天使と悪魔。あれこんなとこに財布が落ちてる。わすごいお金。どうしようこれ。あははその金使っちまえよ。その声は。その金は他人の金だ。さっさと使っちまえ。あなたは。俺はお前の中の悪魔だ。使っちまえよ。そうだよな。使ってやろう。よし使おう。そんなことしちゃダメ。その声は。そのお金は他人の金、絶対に使っちゃダメ。あなたは。私はこの財布の持ち主です。返します。どうもありがとうございました。